アネシュカ・チェスカー、または、ボヘミアのアグネスは、中世ボヘミア王国の王女で、カトリック教会の聖人。記念日は3月2日。父は、ボヘミア王オタカル一世。母は、ハンガリー王ベイラ三世の娘コンスタンツへ。チューリンゲン砲クルートビヒ四世の妻で後に、劣勢されたハンガリー王女エルジェベトは、母方の重視にあたる。1211年。 プラハで誕生した。3歳で、シレジアの都市ニツァにある、首都会の修道院に送られ、そこで教育を受けた。この修道院は、シレジア公ヘンリク1世の妻、ヤドビガが創設したもので、ヤドビガは後に劣勢された。姉シュカは6歳で、プラハへ戻ったが、姉アンナは1216年に2人の息子ヘンリク2世と結婚した。8歳の時、オーストリア公。 レオポルト6世の宮廷に送られた。オタカル1世は、アネ姉カを神聖ローマ皇帝兼シチリア王フリードリヒ2世の、長男ハインリヒ7世と結婚させるために、奔走したが、レオポルト6世は1225年に、自分の娘マルガリエーテとハインリヒ7世を結婚させた。縁談を壊されたことに起こった、オタカル1世は、翌1226年にオーストリアとの戦争を起こした。 次に、イングランドをヘンリー3世との縁談が持ち上がったが、フリードリヒ2世の介入で解消された。3度目にカフとなった、フリードリヒ2世が求婚してきたが、姉シュカは拒絶し、教皇グレゴリウス9世に、修道女になる意志を伝えた。そして、教皇の助言で宗教に一生を捧げる決意を固め、修道院に入った。1232年、兄のバーツラフ1世から、 プラハの土地を譲られ、そこに病院を建てた。1232年から翌1233年にかけて病院の隣にゴシック様式のフランシスコ会修道院も建設1234年に修道院長になり病院患者の世話に努めた。修道院はアネシカの名をとって聖アネシカ修道院と呼ばれる。また、 アッシジノキアラとグレゴリウス9世に働きかけて、修道会の創設も願ったが、すぐには実現されず、1254年にインドケンテウス4世の許可を得て、クレナイ聖騎士団が創設された。1282年、71歳の高齢で死去した。修道院は、不死戦争で後輩、1782年に破却されたが、1960年に復元され、 プラハ国立美術館の別館として現存している。アネシュカの劣勢はカトリック教会とフランシスコ会の対立で長い間実現しなかったが、1874年に教皇ピウス9世が劣福、1989年11月12日に教皇ヨハネ・パウロ2世が劣勢した。9日にベルリンの壁崩壊、16日に ビロード革命が起こるなど社会主義体制崩壊の前後の状況下であった。記念日は3月2日である。かつてチェコで流通していた50コロナ紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。